世界中の人たちがあと少しだけ誰かのために動けたら。はい、どうもトゥーランドブリューの時間です。よいしょよいしょ。ということで、はい、本日は YouTube 史上初じゃないでしょうかね、はい、このお方とコラボさせていただくというか、はい、出演していただくというかですね、うんうん、肩書きが多すぎるのでちょっと見せていただきます。この画面にも出しておくんですけども、はい、日本学ユニバーシティ学長、うん、一般社団法にいろんなこうねされてるんですが、めちゃくちゃ日本で最初の博士号を取った、え、まあ、応用行動分析学っていうところで、はあ、今の行動経済学の元にもなっているという高級の上場企業の会社の社長さんもされたりとか、なんかとんでもないやんか、実業家でもありものすごい博士でもある、はあ、中でかつ出口鬼三郎さんのひ孫でもあるという出口ひかるさんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。すごい、現代でも歴史的にもビッグネームなわけですね。いつもねトゥーランド Vlog 見てて面白いなと、すっごい勉強してるなと思ってね。うわ、今日は嬉しいです。ちょっと恐れ多いです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもなんか今回ご出演をしていただくきっかけというかタイミングというか、はいはい、40年間ね、はい、人間の研究をしてきて、うんうん、ようやくそれがまとまったので、それを世に出したいと思って、こういうことをもうやろうというふうに思ったんですね。すごい、40年研究した結果。で、私は大本という出口鬼三郎、それでその上の出口直というのが作った神道の家に生まれたんですね。ですよね。はい。それで小さい頃からもうノリトが聞こえてくる。朝起きたら。そして夕方ね、学校から帰ってきたらまたノリトが聞こえてるような、そういう環境で、周り全部親戚、でボーダーレスで、日曜日なんか朝家でご飯食べたら、うん、夜は隣の家でご飯食べて、また違う家に、はい、夜は違う家で食べてたり、アポなしで大家族素敵ですけどね、めっちゃそういう世界で育って、学校に行き出すと学校は全然違う雰囲気じゃないですか、はい、枠だらけというか、だから違和感がすごくあって、こんな環境に住んでたら生きていけないと。でね、その出口鬼三郎が言ったことは、弥勒の世を作れっていうことなんですよ。弥勒の世って聞いたことありますか？あります。はい、聞いたことはあります。まあ理想社会ですよね、これを現実の世界で実現する、それをやれっていうことなんですね。私それ聞いて無理とできるわけがない幼い頃に、幼い頃、小学生の時に自分はそんなことできない、もう成績も悪いし体力もないし、それをやれるのってとどももないし、それができないんだったら自分は何をしていったらいいんだっていつも悩んでたんですよ。もう自分が人生で何をしていいのか分かんない、もうずーっと大学まで、あら、だってそんなことできないから。まあそうです。それからもう一つね、嘆いてたことがあって、それ何かというと、人の心が分かんない。これはね、最初に自分は何をしたらいいのかとも通じてるわけで、自分のことが分かんないわけですね。自分が何をする人なのかでね、結構今はそういう人多いと思うんですよ。本当に自分がやるべきこと何なのかって迷ってる人がいる、はい、それは会社に勤めていても学校に行ってても常にそういう思いがかすめると思うんでね。そう、私それまともにその2つずっと悩んでて、でもとにかく自分はいい世の中を作る力もないし、そして人のことも分かんないし、気持ちが、はいはい、で学校の先生に褒めてもらおうと、好かれようと思ってもなんか嫌われるし、でも本当に少数の友達と仲良くするような少年時代を送って、で私はもうその今いる環境から逃れようと、そして大学は人間の心を扱わない行動科学というのを勉強するんです。あ、精神的なことなし、スピリチュアルなし、ある種もう全く違う方向に、環境と行動の関係を物理学的に実験的に研究する。ああ、なるほど。B.F. スキナーっていう人が、その学問のアメリカの創始者なんですね、その人がねベストセラーの小説書いたんですよ、ウォールデン2というそういう小説、はい、ユートピア小説、ウォールデンっていうのはもっと古いユートピア小説が、森の中のユートピアを作る話、ね、そこで生きる話、その2番目のユートピアということで、行動科学で行動分析学で理想社会を作ったらこうなるっていう小説が全米でベストセラー、でそれが日本語で翻訳されて、読んだ時に、あれ、応用行動分析学でいい世の中を作れるかもしれない、でその中に書かれていた世界は好きじゃなかったんだけど、そんなことできないと思ってるのになんかやりたいみたいな、でもそこにこう惹かれるわけだよね。なるほど、それでアメリカに留学する決意をした。幼い頃の魅力のようっていうのはやっぱどっか
かにずっとあってあるんだけどさ無理だと思ってるから、うん、で自分は何もしていいかも分かんないし、うん、だけどもう心理学それやったんだけど全然興味持てなかった。常に同級生の女の子のレポートを写させてもらって犯人を取ってた。意外こんな経歴ある方か。だって何の興味もなかった。なるほど。だけど人間のことを科学的にはやりたいなと思ってるんですよ。で大学の先生が応用行動分析学のメッカっていうところで勉強してきて、それは日本のトップなんですけどね。で国際行動分析学会の会長にまでなる人なんだけど、うん、その先生から大学3年の終わりに、お前将来大学出て何したいんだと、うん、アメリカに行きたいと思いますって言ったんですよ、うんうんうん、就職したくないから、はい、もうこのまま就職してもろくな人間にならないと思ってるから、うん、いや俺は君は何をしたいのかって聞いてるわけで、アメリカにどうやって行くんだと、何するんだと、うん、商社にでも行ってでアメリカに行きたいと思います、うん、お前の英語の成績ではとても外国に行けるような英語力じゃないと、うんうん、と言われて、うん、あそうですかと、代わりにアメリカの行動分析学のメッカと言われて、ユニバーシティのキャンザスに行ってみないかと言われたんです。そしたら私はなんか行きたくなって、成績も悪いのに、じゃあ親と相談しますって家に電話したら、親は私の成績知りませんから、うんうん、先生がそこまで言うんだったらいてこいと、その代わり最後までやり通せで、次の日学校に行って先生に言ったら、え行く気なんかと、うんうん、で助手を読んで成績全部書き換えろと、出口の、昔はそういうことできたんですよ。すごいなら C を A に、B を A に、まあまあまあ、全部 A に、先生の全権限が、いい成績になって、そしてアメリカに行ったんです。あらその先生すごいよね。すごいですね。権力なのかな。それでアメリカに行って勉強し始めると、うん、その面白みが分かってきて、うんうん、心を扱わなくても環境を整えることによっていい社会ができる、いい行動ができるんだっていうことが分かって、うんうん、あ俺これで生きていこうと思ったわけだよね。なるほど。ついに火がついたわけですね。そう。そして博士号を取って、うん、そこがなんか急にピュンとそれ話したらいくらでもあるんですけど、まあ修士と博士課程と2つあって、はい、修士課程の時はもう本当にやめたくて、うん、ついていけなくて、うん、原点購読って言って英語の本を日本だったら1年かけて1冊読むんですよ。ところがアメリカは2週間で1冊読まないといけない。わお、全然違う。そしてレポート書かなきゃいけない。もう髪の毛はボロボロ抜けるわ、もうついていけない。で卒業修士論文を書いてる時に、夏もう無理だって思ってる時に母親から電話かかってきて、うん、お父さんが脇がない、だから帰ってきてくれ、うん、その時に、まあ、それは大変だと思ったけどほっとしたんだよね。帰れる、うん、最後の力を振り絞って修士論文書いて提出して戻ったんですよ。戻ったらね、もう親父は意識なくて、そして病院のカフェテリアで母親とね、これからどうするんだということをちょっと話したんですよ。親父もこういうことになったから日本に帰って働くよと、うん、そして母親が最後まで行きなさい、お父さんが最後まで行かしてやってくれて頼んでたと、あら帰りたかったもう泣く泣くそんなタイミングでね、泣く泣く遺言飛行機にまた乗って帰ったんですなるほど。帰れるってなったの、逃げたかったのに逃げられなかったんで、ね、でもそれも流れっていうかタイミングっすよね、うん、でもう俺はこれでやっていくしかないって腹が決まった時に突然分かるようになったんで、嫌な先生だったんですよ。世界的に有名な先生だったけど、いちいち私の書いたものを文句つける、ケチつけると思ってたの、うん、教えてくれてるんだと、でじゃんけん負けるのもこれアメリカに来たせいだと思ってたのが、うん、じゃんけんも勝つようになって全部がもう好転していく、滞りがなくなっていった、うん、人間ってね、自分がこれをやろうって決めた時にとてつもない力が出るんで、そしてこの学問を学んで、そして世の中を作れるかもしれない、それやりたいっていう思いがあって、その志のようなものができて、そしてまっすぐに人を見られるようになった、その志って大切だなと思うんですよ。力が発揮されるのも身をもって、そう。そして日本に帰って4年ぐらい大学で教えてたんだけど、こんなところにいたら世の中できないってまた悩むんです。なるほど。大学に行ったら勉強できないのは生徒のせいなんです。もう大人だから勉強しないのはお前らが悪いんだ。大学の先生は同じことを毎年毎年同じノートでやってる。そういうのも、まあ、アメリカにいたから、うん、すっごいそれが嫌で、私なりに一生懸命やってたんだけど、うんうんうん、このまま行ってもダメだということで、この行動分析学、応用行動分析を使って社会に役に立てたいと思っている時に、洋服のね、高級っていう、その時は上場してなかったんですけど、うん、そこで能力開発やってくれないかって義理のお父さんに頼まれて、でそれやることになって、あれやれよという間に社長になる、うん、宗教家の家に生まれ学者になって、うん、商売するなんて
自分らも思ってもいない。そしてそれを決断する時もものすごい苦しかった。やったこともないし、商売するのは悪いことぐらいに思ってたから。なるほど。でもね、無理だと思ったらやりたくなるっていうのが私の生まれつきの性格みたいな。なるほどなるほど。それでそこでいろんな経験積んで、そして本当のことをやりたいと思って、この目利きの会、志教育プロジェクト、そして日本学ユニバーシティで作ったんです。はあ。それは人間の心の奥底にすごいものがあるっていうことが分かったわけ。まあ、ご自身がそれを体感されているわけですもんね。そうなんだよね。そしてね、その会社に入った時に大リストラをしなきゃいけなかったんですよ。470億の不良債権があったの。あら。それ知らなかったっけ、創業者も知らなくて、ものすごい厳しい人で、創業者が、簡単に首飛ばす人で、みんな怖くて言わなくて、私が入ってきて、なるほど。そしてそれを聞くようになった。うわ。そしてね、オフレコでもなく、もう今となっては言ってもいいと思うんだけど、個人資産も社長の財務部長が全部運用してたわけだよね。32億損してたわけ。言わないまま。言わないまま。あら。で、私にその話してきて、やびっくりして、やばいやばいやばい。そしてその創業者に告げたら、そうか、全部損切れと、一言だけ。で、それ32億切って、で、切りましたと。そうか、それしかなかったんですよ。まあ、この人すごいなと。何の動揺も見えないし、怒るとかそんなのもなく、なく。で、財務部長は助かったと思ったわけですよ。ところが次から次へとそれがまた出てくるわけ。不良債権270億、めっちゃ、国営金銭信託の270億とか、あら、そういうのまで出てきて、不良在庫があったり、うわ、隠されてたんですね。そういう中で貢献していい社会を作りたいと思ってるのに、逆のことばっかりしなきゃいけない。うわ、だから2700名いた社員を600名に、それで500数十店舗あった店を200店舗、うわ、もうすごいリスナー。その中で自分の心が揺れまくるわけ。うわ、もうこのままいったら潰れるかもしれない。恐ろしいよね、潰していいのかと。でもね、そういう揺れ動く心があるにもかかわらず、どんなことがあっても再建するぞという思いがぐわーっと出てくる。溢れてくるんですね。すごい。自分でも驚くほどそういうのが出てくるわけですよ。あれ、揺れ動いてる心の奥に揺れ動かないものがあるんだっていうことを体験的に知るわけ。うわ。そしてね、希望退職とか募るんでしょ、で、当時ね、その専門店ナンバーワンだったんですよ。だから幹部になった人たちはどこのアパレル企業に行っても部長とか役員で採用されるような、そういうとこだった。でもね、行かないでその間に留まって再建しようという人たちが出てくるんですよ。おもう揺れ動いてたと思いますよ、気持ちは。まあ、そうっすよ、だけどどんなことがあっても一緒に再建しましょうっていう人たちが残るわけ。すごいな、強いな。で、一緒になって、その時にもちろん心と魂っていうね、区別、それは知識としては知ってたけど、本当にそれを自分の中で体験し、人の中にもそれを見る、それを体験した時に、人間ってすごいなと思った、で、みんなね、そういう極端な環境になった時に、本来的な姿が現れる人たちが出てくるわけでね、だから普段はいつもそれ隠してるわけ、本当の姿を。なるほど。だからそもそもものすごい大きな宗教家というかね、の一族の家に生まれて魅力の世っていう話があって、人生を通してそれを体験していって学んでいって、これやって別のルートやと思ってたんですけど、結局そこにたどり着いて。そう、だからね、行動分析、心を扱わないって言ったものが吹っ飛んじゃったわけ。わ一番心の、一番心の奥底を開けてみたいな。そしてね、それが融合されるようになったわけ。ああ、なるほど。そして人間の本性みたいな。ね、みんなね、実は揺れ動いて自分何していいか分かんないとか、恐ろしいとか怖いとか言っている、その奥底に動かないものがみんなにあるっていうことが分かったわけ。で、それが誰でも分かるようにしたいと思ったのが、それを科学的にテクノロジーにしたいと思って今40年研究したっていうのがその話なんです。うわー、なるほど。話長かったけど、いやいや、もう今の活動につながっていくわけですね。壮絶な、その辺のね、こう天命とかね、その言霊とかを扱われてるわけですけども、その話ちょっと次回ね、がっつり掘り下げていただけたらと思うんですけども、それこそマテランド Vlog 自体が歴史とか神話とかを扱ってるチャンネルなんですけれども、やっぱりそういう普段僕たちが一般的に聞いているようなものとは違うようなお話もたくさん学ばれてきたし、聞かれても来てるっていう、あのね、学ぶこととね、知らされることと違うんだよ。
おお、知らされる、はい、自分の人生で生きながら自分は何者なのかっていうことを知らされている、うん、それを受け取るようになると自分が何者なのかって、これもまたよく分かってくるんです。あの出口っていう私の名前でしょ、はい、これどっから来たのかっていうことなんですけどね、うんうん、私伊勢神宮に行って、うんうん、伊勢神宮の参道を歩くと小さな岩があって、うんうん、その周りを四角で小さな岩でこう囲んでる、それ上石っていうんですよ、はい、それが少なくとも7箇所あるんだけど、はい、それを写真に撮って、はい、そして SNS に上げたわけ、はい、そしたら知らない人から、はい、伊勢神宮創建以前の歴史に焦点を当てていただいてありがとうございますっていうようなことを二人の人からコメントがついた、ほうほうほう、で一人は渡来さんっていう酒屋さん、伊勢神宮下宮のともつながってる、そうそう、渡来家が伊勢神宮の下宮をずっとやってたんだよね、はい、でもう一人はその渡来神道伊勢神道の研究家からそれが来た、で僕はそれ何のことか分かんないね、伊勢神宮創建以前、伊勢神宮って初めからあったんじゃないのみたいに思ってたけど、もちろん建つ前は渡来家の所領だったんですよ。今下宮だけとされてますが、うん、もう全部が渡来家、そう、下宮も内宮もまずは内宮ができたわけじゃないですか、でまあいろいろね他にも伊沢の宮とかありますけど、とにかくそれができたのは渡来家が国の都で、その所領の中に伊勢神宮を大和姫が来てそこに創建したわけで、渡来家もその中に入る、で下宮とか内宮も両方一族がその中に入ってやってたわけだよね。ちなみにこれちょっと言うと、三重県にはそもそも渡来家がいましたと、はい、で、うんうん、歴史の中では相当昔ですよね、はい、水仁天皇とかの時代に大和姫が、うんうん、その要は天照大神を祀る場所がないから探せと、あいうのをちょっとバトンタッチ受けて、はい、日本中回って見つけたのが、ね、今の伊勢の地と、その地 でもすでにもう渡来さんはいたと、いた、でその土地を、まあ、提供してそこに伊勢神宮が建つわけ、今は下宮のイメージが渡来さんはありますけど、はいはい、そして持統天皇の時、天武天皇の奥さんの天皇になった時に、うん、式年遷宮が始まる、だ天武天皇の思いがその奥さんの天皇の時代にそれが花開くわけだけど、はい、うん、その時に下宮に荒木岳っていうのが入ってくるわけ、荒木岳、荒木岳、うんうんうん、そしてその渡来さんは下宮にまあ追いやられるような形で、そしてその2本立てでずっと明治維新まで行くわけですよ、うんうん、で鎌倉時代に渡来家重っていう人が天照大神に食事を差し上げる神様が下宮の豊受の狼になってますよね、うん、はいはい、その豊受の狼は実は雨の水上主なんだと、雨の正体は、うん、正体はということを唱えたんだよね、一番最初に登場する神様ですよね、うんうん、はい、そんなデタラメだと思うじゃないですか、はい、ところが面白いことがあってね、その天照大神は今もいると思うんですよ、下宮に食事に1日2回行かれるんですよ、あ、今でもそういう、そうだから下宮に食べるところがある、普通は持っていくのは本当でしょ、通うんですね天照大神が、うん、だからなんか親のところに行くみたいな感じじゃないですか、お母さんが作ってくれてるみたいな、そうそう、なるほど、我々もお母さんが作ってくれますよね、うん、つまり親神的な存在、天照大神の親神だと、そう、確かに、で確かに雨の港の主は最初の根源的な神様ですか、はい、うん、その子孫が天照ですか、系図的にもそうなってますもんね、系図的に、うんうんうん、で江戸時代に、はい、渡来出口義信っていう、あら、渡来出口っていうのがいるんです、混ざった、え、そう、それはね渡来さんばっかりだからミドルネームがつくんです、ある種分かるように、だから渡来磯部とか渡来中川、渡来中西、渡来出口、で渡来出口っていうのが筆頭になってたわけですよ、でその江戸時代に豊宮崎文庫、これ学校ですね、神職の人たちを育てる、はい、そういうのを作ったりすごいカリスマ的な人で、はい、で人間の中には中極というのが、人間の精神の中に中国の中に、うん、北極の極、はいはい、つまり雨の水上主の分霊が我々の中にあるっていうことを唱えた、それを読んでるとね、古代妄想とかそういうのじゃない神聖なものを感じるんですよ、でそれを江戸時代の初期にはもう下空の方が内空をはるかにしのぐような流星を誇ってた、そうやったんです、で明治になって、はい、まあ、天照一神教にしようとしたんだよね、政府が、なるほど、西洋も全部一神教じゃないですか、で多神教の民族は全部滅ぼされていく、植民地にされていく、なるほど、一神教だからもう団結力すごいわけですよ、なら天照一神教にしようとしたんだよね、結局はできなかったんだけど、それも面白いことなんですけど、天照一神教にする、その伊勢神宮に雨の水上主を言っている渡来がいるっていうのはいけないことじゃないですか、でそれは出されるわけですよ、うわー、なるほど、だから伊勢神宮の周りに渡来さんってあまりいないんです、今神官の1人か2人いるんですけどね、うんうん、だけどその周辺に住んでるわけ、
出されてるとです。そして明治の初期までは渡来府で渡来県、そしてその名前も消されて三重県になったんです。うわ、ほとんどの人それ知らないんです。ところが伊勢神宮の伊勢山田駅ってあるでしょ、はい、あのバス停のところに渡来府の碑が建てますよ。ちょっと残ってるんですね、そこに。そういうことを僕が SNS に紙石を上げたことによってその歴史が全部分かった。うおー、そして出口じゃないですか、自分の名前のルーツというかが。そうですね。そしてね、その出口直っていうのは大本教の開祖なんですけど、はい、お筆先というのがあって、茎と出口の因縁が分かりたら弥勒の世が来るぜよというようなことをお筆先に書いてるんです。え、茎って深見門です。そうそう、深見門じゃん。あららら、最近やったばっかりの。それでね、明治25年に開祖神がかりしてこうお筆先を書くようになって、その大本教がスタート、あ、大本教じゃなくて大本が正しいんですけどね、はい、大本がスタートするわけですよ、うん、でその時そのお筆先にそれが書いてあって、伊勢って大隅の神っていう久喜水軍の久喜義隆っていう、はい、その人がいたところじゃないですか。確かに、まあ、その中にも伊勢のところにも出口家っていっぱいいるんですよ。へえ。それも水軍だということが分かって、そしてね、また留学の話に戻るんだけど、はい、その2年ぐらいアメリカで勉強してた時に夏休みに一回帰ったことがあったわけ、はい、うんうん、家のその壁に日めくりカレンダーみたいなのがあって、はい、それも週めくりカレンダーなんだけど、茎、はい、と出口の因縁が分かれたら弥勒の世が来るぞって書いてあった。そこに書いてあった。そこのカレンダーに。私はそういうの一切興味なかったから、はい、だけど茎っていう名前を見てあれと思ったんですよ、はい、なんでかというと、私がアメリカに留学する時に、はい、今のように留学斡旋会社がないんです、うん、はい、昔だから。自分で調べて自分で決めて大学に手紙書いて全部決めなきゃいけない。なるほど。やり方分かんないわけ。うん、久喜博さんっていう早稲田の先生がいて、それが留学の本を書いてたんです、体験に。でその本を買ってその人に電話して、そして留学の仕方を教えてもらった。うわ、それで初めて行けたんで、私の母に「これ何？久喜と出口の因縁を置かれたらどういう意味で僕がアメリカに留学できたの、久喜先生のおかげなんや」って言ったら、久喜大隅の神、つまり久喜水軍を作った人と出口の関係、因縁ですよね、うん、分かったらいい世の中が来るんだよって言われたわけ。でもその時私もそのまま「えそうやったんや、久喜さんとなんか縁があるんや」って思ってまた忘れてたんです、はいはいはい、でその時にまた綾部の大本っていうのは久喜家の跡地にできてあるんですよ。久喜水軍ってめちゃくちゃ力が強くて江戸幕府が恐れたんだね。で三代将軍家光の時に兵庫の三田三田と京都の綾部に2つに分けちゃって陸に上げちゃったんですよ。ああ、水軍力をするために。なるほどね。ほうほう。それで久喜水軍っていうのでそしてそこを、まあ、大本が買うことになって、うん、で久喜家とその出口家というのはものすごい密接だったんです。近い関係やったんですね。で私はその久喜家のことがすごい興味があって、いろんな人はいろんなこと言ってくれている、そのことでもしかして出口家って水軍だったんじゃないかなと思って調べたら、久喜水軍の中に出口水軍があって、そしてね出口町というのを調べてみると、はい、みんな太平洋が黒潮に沿ってあるんだよ。そして完全にそうで三浦半島の三浦水軍ってあるでしょ、はい、うんうん、三浦水軍の中に、まあ、10の有力な水軍のブランチがあるんだけど、はい、その中の一つが出口水軍。あ、うわ、完全に海洋民族というか。そうだから伊勢もそういう関係じゃないかなと思ってるけど、なるほど。要するに水軍は水の民のを守るために祀ったんじゃないかなとも思うんですよね。なるほど、まあ、そんなことが分かってきて、うんうん、でその渡来家の人から、ね、メッセージが来たって言ったじゃないですか、はい、でそのメッセージを聞いて、で何て言ったかというと、明治25年に大本ができた時にそれ雨の水上主を封じ込められたからそこに出てきたっていうふうに渡来家のその人は思ったわけですよ。そこに出てきた、つまり雨の水上主封じ込められたわけじゃないですか、はい、うん、だからその大元に出てきた。出口直さんに降りたというか、はい、で雨の水上主が地上に顕現した姿が遠徳たちの狼と言われてる。そこもイコールなんですね。そう、うわ。そして牛虎の根人で、久喜家も牛虎の根人が、牛虎の根人って実はその国徳たちの狼の別名なんですよ、うんうん、でそこでこうつながっていくわけだよね。ちょっとすごい話なんですけど、ちょっと今も整理してるんですけど、うん、渡来さん自体が、まあ、名前的にも海洋民族で渡ってきたんじゃないかって話が、うん、渡る海って書くじゃないですか、うんうん、あれ朝鮮古語でパタライ、パタライっていうのは海族という意味なんです。あ、そうなんですね。で要は豊受けの狼を祀ってるのが今渡来さんですけど、もともと
ことは要は丹波の国というかに要は天女伝説があって、で、はい、うんうん、そこに豊家の狼の信仰の祖みたいな、はい、真内神社とか、はい、この神社とかあの辺のところに、はいはい、まあおそらく一番古いであろう豊家の狼信仰があるわけじゃないですか、うんうんうん、ってことは京都から伊勢ですよね、流れ的に言うと、うん、でちょっといろいろ気になってるんですけど、僕らの一応古史古典とかいろいろ見させてもらってる中で、うん、日本から世界に出てこう世界から日本へみたいな、はいはいはい、そういうお話にもやっぱつながってくるんですか、ね、そうだね、雨の御中の自体がもともと妙見信仰とか北極星とか、うんうん、要は星を信仰する人たち、はい、でも繋がるわけじゃないですか、海族だよね、海、やっぱりこう海洋民族で、うん、そうだよね、こう世界をこうぐる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 動いてた人たちってことになるんですか、そうですね、その辺の話ってやっぱり全部繋がってたっていう、これはね、もう今となっては証拠も何もないわけじゃないですか、はい、で平立神宮って五色神宮、五色神宮のね、もともと日本から縄文人がまあ機械カルデラだから大爆発してもう西日本全体がもう大変なことになるよね、うん、その時にこう世界に出たという話もあってね、7300年ぐらい前に、うん、でいろんなあの縄文の土器が世界中から発掘されたり、うん、いろんな証拠がまあポツポツと上がってるんだけど、うんうん、もちろんでアフリカから来たっていうのもあるけど、また日本からも出てるっていう、うんうん、そういうことが言われだしているんだよね、だからその神話の話はさておいて、そういう証拠というかな、そういうのが出てきて、必ずしも全部日本がみんなから学んだ、中国から学んだ、朝鮮から学んだわけじゃなくて、で、うん、日本から出発してるっていうところもだんだん分かるようになってきたんじゃないかと、ね、遺伝学とかいうのが発達してきてるから、うんうんうん、そういうのもだんだんデータが取れて、うん、大体概要が見えてくるんじゃないですかね、なるほど、だから久喜の古文書ね、はい、その話も私見ました、ありがとうございますいろんなルートが違うというか、うん、でそれは綾部の久喜家に伝わっていることとはちょっと違うルートやのだなと、それはルート知りたいなと思いましたね、なるほど、ちなみにどんなお話が伝わってるんですかね、それはですね、はい、牛虎の金人を神様に仰いでるわけですよ、国とこたちと、国とこたちを、そして8人の神がいるんですね、うんうん、でそれをお祭りしているのが久喜神道なんですね、だからその深見文書で話されている内容とはちょっとてかかなり全然別ルートの話だなと、それはまたね違う機会にお話したいなと思います、うわあるいはもうその本がちゃんと残ってますから、はい、あらこの絵2冊ありますから、それめちゃくちゃ読みたいです、はい、ぜひお渡ししますから、ありがとうございます、ルートがあるんですね、はい、ということで突然ですがセルフ CM でございます、なんとですね今回ご出演いただきました出口ひかるさんが10月12日のトークライブに出演することが決定しました、トゥーランドブレイブサムと出口ひかるさんで魅力の世というトークタイトルでねお話しすることになったんでございますけどもね、やっぱりこう YouTube では話せない話もたくさん持ってる方なんでね、だから先ほど日本ですよね、世界のまあこの希望というか未来の話に多分なっていくんじゃないかなと思っとるわけでございますけどもですね、他にも12日の夜フェスタイムにはいろいろこう催しはあるんですけども、僕たちトゥーランド Vlog は限界突破トークライブというのを開催することになりました、夜の8時半ぐらいからね夜フェスタイムが始まるんですけれども、そこからもうエンドレスでトークをし続けるっていう、その中で佐藤光郎さんと禁断のおしゃべりっていうコラボトークライブがあったりとか、あのお味噌チャンネルさんですよね、まさきのことがあのミゲルと呼ばれているね、あのお味噌チャンネルさんもこうお越しいただきまして全てを話しますっていうねトークがあったりとか、三の銀之助さん、銀ちゃんですよね、大好評だった銀ちゃんも来てくれて表ではできないやばい話をしてくれたりとかね、あとテトラさん、大西恒樹さん、僕タカっていう、まあ、この4人でほんまにこっからの時代ですよ、新時代創造っていうね、そういうトークって、まあ、ほんまにそういうのが夜通し続く僕たちの限界が試されるようなそんなトークライブもありますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいってことで、現場からは以上です。やっぱりその大元というものがあって、うん、その考えがいろいろあって、うん、まあ、言ったらその牛虎の根人、国とこたちの見事が封印されてしまうと、でそこからある種火付き神事とかにもつながっていくわけですよね、はい、岡本天明ね、でやっぱこの時代がやっぱ大きな変革期にあるみたいな、出所が同じの岡本天明も、はい、この大元の機関誌の編集長をしてたんですよ、はい、そうですよね、はい、だからこの話はもうほとんど一緒、源泉が一緒というか、うん、で例えば世界旧正教とか成長の家もそうだし、こうだんだんこう裏の神話というか、その表に出ているものの下に別の話がある、うーん、うん。
それがなんか今こう出てきてるような感じですよね。先ほどちなみにヘブライ語の話とかもお聞きしていいんですかね、はいはいはい、それでね、面白いことに旧約聖書にも新約聖書にも終末論が語られるわけだよね、はい、そうですね。で終末論が語られて、そのまあ善と悪の戦いみたいなのが起こって、はい、でその後に新しい世界ができるわけですよね。そうですね、うん、それがキリスト教で言えば千年王国で、はい、旧約聖書で言うと新しいねイスラエル社会が出来上がる、うんうん、これどんな社会だと思いますか。やっぱその弥勒の世にもやっぱつながっていくのかなとはすごい、まあ、空海が入場するときにね、うんはい、亡くなるときに、はい、その自分は56億7千万年後に弥勒菩薩が修行して弥勒如来になって地上に降りてくるときに一緒に降りてきますと、はい、だから567を弥勒というものはそういうことなんですよ。あだからみんな世の中が週末もう危機的な状況に陥って、そしてその最後の最後の一輪で逆転する、それ一輪の仕組みって言うんですけどね。そして新しい世界が始まる。一輪で逆転するっていうの、 99% 悪がこの世を支配する、 あと 1% でもそうなってしまうという時に、うん、オセロが全部黒だったのが虚に白にパッとなっちゃう、そうなんですか。それが一輪の仕組み、すごー、一輪の仕組み、1と4、ここがまた面白いところ、一輪の仕組みが働いて、うんうん、そしていい世の中に変わっていくと。私あのユダヤ教のね、日本の首席ラビと信仰があって、うんうん、一緒に旅行したことがあったんですよ。それは一泊二日 で、うんうん、でその時にユダヤ教すごい興味あるから、はいろいろ質問したわけで、はい、でこういう話がしたんですよ、うん、キリスト教で千年王国ができるって、うん、アルマゲドンが終わった後にでメシアが降りてくるわけですよね、うん、その後そのメシアが降りてきた後の世界がどうなるんですかって聞いたんですよ、はい、それ何て言ったかというと、何だと思いますか。まあ、でもユダヤの方なんで、うん、ユダヤ教ではメシアって定義されてないですもん、イエスとは言ってないから、うん、食事がもらえるわけじゃないんですよ、メシアないんですよそのメシア、いやどうだろう、分かんないです、全くメシアが来た後興味あるじゃないですか私、はい、余裕の中作りたいと思って、うん、余裕の中で実際じゃあどんな世界なのと、うんうんうん、まあ、みんなで祭りをするとか、はい、もちろんそうだけど、うんうん、ユダヤ教の究極の世界ってどういう世界ですかって聞いたら、うんうん、あらゆるものに神のエネルギーを感じるようになるのがその理想社会なんだ、千年王国なんだ、神のエネルギ ー、つまり万物に神を感じる、ヤオヨロズですよ、そうヤオヨロズ、つまり命があるっていうこと言ってるわけですよね。おでそれを聞いた時にあれ日本と一緒じゃん、確かにそうです、日本ってさ物に命がある、うん、岩に命がある、うんうん、ね、三線草木に命がある、うん、だから包丁塚とか、うん、人形塚とか扇子塚とか筆塚とかね、使い古した大切なものをお祭りするじゃないですか、うんうん、物ですよ、道具を大切にするってのはそこから来てるわけじゃないですか、全てに命を見る、うんうん、それだったらもう日本もすでにそうなってたじゃんって、あーすごい思った、なるほど、いろいろ聞いていくとね、うん、ちょっと違うんですよ、え一神教だから、うん、同じエネルギーじゃないといけないんですよ。あらだから例えば出雲大社に行って縁結びの神様としましょうよ、はい、縁結びの神様のエネルギー感じるし、うんうん、伏見稲荷になったら商売の神様のエネルギー感じる、うん、だからそれぞれ違うエネルギーなんですよ、うん、日本の神様、うん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 、そこが違うってことは分かった。あなるほど、だから日本と一緒じゃんって言ったら違うじゃんって言ったわけそうそう、ということは日本はどんな神様でも受け入れる、だから日本ってすごいんだってよく言うじゃないですか、キリスト教でも何でも、それもねちょっと一神教の人たちにとったら違うんですよ。ワンノムゼブにするなよと、ワンノムゼブ、いっぱいあるものの中の一つにキリスト教すんなよ、ユダヤ教すんなよ、あなるほど ね、区別やぞと、てかもう全てをもう包括したい一つやぞ、そう一つなのに何でも受け入れますって受け入れてないじゃないかと、一神教で一つの神様にしてるに過ぎないですよね、それ冒涜してることになってます。なるほど、だから日本は何でも受け入れるとは大間違いであって、向こうにとっては何ちゅうことするなよっていう感じなんですよ。なるほど、うん、すごくこうコンパクトにされたみたいなそうだからたくさんあるものの中の一つ、うん、ワンノムデムなんですよ、にするなって。だけどね、一神教なんだけれどもキリスト教も聖人っていう人がいるでしょ、はい、あれまるで神様扱いじゃないですか。そうですね、うんうん、マザーテレサとか、うん、はいはい、ね、だから日本でいう神様的な役割を聖人がしてるわけです。預言者とかいますもんね、うん、預言者とか、あるいはね、ユダヤ教で言えばラビのような人たちは、うんうんうん、まるで日本でいう八百万の神みたいじゃないですか。だから機能的には一緒なんですよ。なるほど、言ったら日本と世界はつながっていたであろうっていうところと、まあ、豊家の狼の存在があって、うん、雨の峰神の存在があって、でも聖書っていうところでユダヤ教の人たちともこう繋がってるようでちょっと違うんじゃないかみたいな、そう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 、流れがある中でこの辺ってやっぱ実際最後はそこで繋がることが世界が一つになるという、これクライマックスだから
そこなんですね。そう、そこまで行くのも一つ魅力の世の、そう、これをもしテクノロジーにできたとしたらすごいことが起こる。アオウェイが、アオウェイ、アオウェイっていうのはもし神そのものだったらどうですか。まあ母音ですか、青い、青い母音、日本語の世界中、まあ、ポリネシアとかもそうです。いや、あの例えば英語でも何でも子音を伸ばせば全部母音になります、はい、確かに確かに。うん、だけど日本は母音を強調する文化なんだよね、うんうんうん、例えば歌も漏洩するし、和歌も漏洩する、はい、伸ばす音、歌いも例えばカーっていうんじゃなくてカーっていうわけですよ、うん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 、つまりカーは最初だけでアーアーアーっていうのを言ってるわけ、うんうん、母音を強調する。そしてできるだけ英語は母音を強調少なくする、真逆なんですよ。で、日本は五十音表があるけれども、アオウェイを最初に出してるじゃないですか、うんうん、だけどヘブライ語は母音を表す文字がないんですよ、うん、音は合ってる、うん、あえてってことですか。母音を表す言葉を作らなかった、母音はあるんだけど母音を表現する文字を作らなかった、うん、不思議だと思いませんか。めちゃくちゃ不思議。アジアの東の果てに日本があって、うんうん、アジアの西の果てにユダヤ民族がいるわけ、はいはいはい、で日ユ同祖論とかいろいろあるじゃないですか、はい、でも片や阿神教、片や一神教で、片や母音を強調する民族、一方は母音という音はあるんだけれども母音を表現する文字がない。うーん、まあどちらも優秀な民族って言われてるんだけど、うんうんうん、向こうは世界中に1500万人しかいないのにノーベル賞 20% ぐらいがもうユダヤ人だって言われてるんだよね、うんうん、はいはい、で世界の富のも2割3割握ってるって言われている、うんうん、で一方日本はすごく経済成長したんだけどどんどん今落ち込んでくるじゃないですか、うんうん、で家庭教育っていうのは一方でものすごく大切にしてる、うんうん、日本でも昔は大切にしてた。でもこれ日本もこれしなくなってる、うんうん、だからまあ真逆のところと一緒のところがあって、うんうん、日本は一緒のところを一生懸命捨てようとしてる、もともと一緒だった部分、うん、だけどこの母音だけは際立って違うわけでね、うんうん、この謎を知りたくないですか。めちゃくちゃ気になります。そしてこの我々が求める理想社会、うん、みんなね心の奥底では戦争がない、みんなが命が生かされる、うん、そういう世の中になったらいいなと思ってませんか。もちろん、思ってるよね、はい、思ってるけど、そんなこんなちっぽけな人間が何ができるのとか、うん、こんな小さな国で何ができるのって思って、みんな諦めて見ないようにしてるわけじゃないですか、うんうんうん、外の世界をそういうふうに見てるんだけど、実は自分の内なる世界もそう見てるんですよ。本当はすごいものがあるにもかかわらず、うんうん、そして一神教と多神教は全く逆に見えて、実は全てが一つになれる、そういう思想というか、そういう文化というか、うんうん、そういうものが実は存在しているとしたらどうでしょうか。いやもうフルベッドしたいです、ね、フルベッドしたいそれは続くということで、あーなるほど、話してても次回ということであらあらあら、ちょっともうとんでもない情報が満載やったわけで、いや本当ありがとうございます。いやありがとうございます。次回はその一つになるっていう部分の具体的なお話と、うん、ということ、この奥底にある天命の部分、はい、ことたまのお話ってことで、うわ楽しみでございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。すごい話やということで、本日はこの辺でございます。はい、ありがとうございます。またね、バイ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。僕の狭い世界から地球の上で